モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはいと物語アマオセットプレゼント。このいと物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの、すごくすごく美味しいセットですよ。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、それからね、なんといっても3月28日日曜日、このモーニングジャムは電気ビル未来ホールで11時からとお昼3時からの2回公演、少子中爺のおもろい落語会やります。はい、シリーズ第2弾ということで、いよいよチケットの発売が来週の月曜日、1週間後です。はい、はい、月曜日の朝10時発売っていうことでね、入手方法は4つあるんですね。電話で入手する、インターネットで入手する、コンビニのチケット端末で入手する、うん、それからプレイガイドで入手する。でね、最終的にはどこに同じところに行くんで、どれが取りやすいみたいなのはねないみたいです。はい、で来週の月曜日の朝10時なんですけれども、うん、一般発売のみっていうことになってますんで、チケットは1万4000円、それから、まあ、消費税が 10% かかる400円ということなんでね、うん、はい、きちんと今回感染対策を立てた上でということなんで、客席は42%、 212人の2回公演で424人しか見られないっていうことなんですけれども、はい、まあ、とにかくね、こういう状況できちんと感染対策立てた上でイベントやって、でまた盛り上がったらね、2回目、あ、3回目4回目っていうことにつながっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ私もね、関西の落語スタイルでね、おもろい家族の傑作選やりますからね、はい、前回はもう本当に盛り上がって、ね、盛り上がって盛り上がって盛り上がって、そして座布団から立とうとしたら立てなかったっ足がサイダーになっちゃったっていうシワシワですかちょっとこれどうにかしてみたいな触りたかったですもん、ツンツンってやめろやめろってもうね、なんだそれ、もうどんなイベントなんだよ足がしびれた55歳の足をツンツンする43歳、おかしいだろもう年齢言われると途端に恥ずかしくなりますね、その映画しかもそれお金取って見せるってそうですよねひどいですよ、まあ、とにかくね、はい、楽しいことやりたいなっていうふうに思ってますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。さあそれではね、これからいきましょうか。よくできたな、このお話女性の方、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。毎年この時期になると思い出す出来事、はい、2年前の春休み、まあ毎年この時期になると思い出すっていうことだ去年と今年っていうことなんですよ。そういうことですね2年前の春休み、小学1年生の息子と年少の娘を連れて東京ディズニーランドに遊びに行ってきました。息子はしっかり者で小学1年生で空気読めるタイプ、うん、娘は天真爛漫で少々幼い、常に声が大きくて突拍子ないことを言います。公園でもワンカップ持ったおいちゃんに平気で話しかける警戒心のやつ応援でもって面白いね。東京ディズニーランドに着いたら乗り物を見ると大興奮、あ、見るもの見るもの大興奮、これもう一回乗りたいと甘えた声で連発、大満足で楽しい時間を過ごしました。福岡に戻る日、私の仕事の都合でお昼には福岡に着きたかったんで、飛行機は朝9時半ぐらいの便を取っていたんです。そのため泊まった渋谷から朝7時半過ぎの JR に乗らなきゃいけない。これは大変ですよ。私は長年東京出張してるんで、この朝の福岡とは全然違う通勤ラッシュ何度も経験してます。幼い子供たちには非常に申し訳ないと思いながら、駅に着くまでの道すがらシミュレーションをしっかり立てました。
いい？今から乗る電車はめちゃくちゃ人多いからね。福岡で乗ったことのある電車の何倍も何倍も人が乗ってるから、お母さんの手を絶対離しちゃダメよ。お母さんも絶対離さないから。子供たちに心の準備をさせ、いざ渋谷の駅に来る電車は思った通りたくさんの人が乗ってて、子供たちを不安にさせないように大丈夫大丈夫と言って列に並びました。一本目の電車、人が降りてこずにこの電車は見逃そう。二本目の電車、これもダメ。三本目、よしこれだと思って子供たちにも、いい？これに乗るよ、ちゃんと手を離さないでねと言って、娘は怖いと怯えながら私の左手を握りしめ電車に乗り込みました。運よく女性が多い乗降口で、皆さん子供たちのためにバグを避けてくれたり、立ち位置を変えてくれたり、空間を作ってくれました。しかし後から後からたくさんの人が乗ってきて、その勢いで右手につないでいた長男の手が離れて、長男は人に流されて、ああどこに行くと思ったら 1.5 人分ぐらい離れてしまったところで、人と人の隙間からわずかに目と口と顎が見える程度、はい、でもその顔は笑っている。うん、よかった、笑えてるんだったら大丈夫大丈夫。さて娘は、多少人に押されはしましたがしっかり手はつないでいます。女性の方々が背の低い娘のために空間を作ってくれてて、こっちはセーフ、よかったと思って安心して、しばらくして静かなその空間から娘が一言、これもう一回乗りたい。同じだったっていうアトラクション。私は必死に笑いをこらえてプルプルから肩を震わせ我慢しました。通勤電車はディズニーランドのアトラクションと同じだったみたいです。今年も卒園記念で連れて行きたかったんだけど、もうしばらくは我慢します。はい、女性の方、これもう一回乗りたい。ディズニーランドと同じこと言ってた。やっぱなんか非日常のね体験だから楽しかったんですよね。すごい怖いでも楽しい。で東京ディズニーランドでね、やっぱアトラクションってちょっと怖いからね、はいはい、ちょっと怖いっていうのと同じだったっていうね。さあそれからね、これも行きましょうか。女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。去年9月2人目の男の子を出産しました。2人目男の子を出産しました、はい、少しずつ少しずつ落ち着いてきた今日この頃、2人目の出産前後の出来事聞いてほしくって初めてメッセージいたしました。はい、2人目の予定日が近づくにつれて陣痛もどきがたびたび起こって、病院に行ってはまだ生まれないねと言われて帰宅することが数回続いたんです。絶対生まれる日にすっぽんコールしてもらうと意気込んでいた私は、入院したらすぐメールが送れるようにメールの準備もきちんとやってました。すごいね、文章を書いてそれであとはあの送信するだけっていうね、もう下書き保存っていうことですね。そういうことですね。そんな日々の中、私の誕生日に陣痛がやってきたんです。同じ誕生日になるんじゃないかとドキドキしながら病院に行きましたが、やはりまだとのことで、その日の夜2歳の娘が夕飯を食べ過ぎて戻してしまって、慌てて娘を解放する私と処理する主人、大丈夫だよと笑顔で娘が言ったんで、あ、よかったなと思っていたら、主人が突然うーとうなり始めて、何事かと思ったら処理している時になんか主人もムカムカしたみたいで、で大丈夫なんて思っていたら、私のお腹からプツンと音が聞こえて、え、下見るとジャーッとまたから大量の水が出てるんです。やばい、笑いすぎて破水した。そう思って病院に電話すると、とりあえず家で様子見ましょうとのことで、翌日朝6時、今までになかったもののすごい痛みがやってきて、
これは生まれる。そう確信し主人を起こすと、了解、とりあえずご飯作って娘の保育園の準備する。いや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 、先に病院連れてってよと心の中で思いながら、ひたすら痛みに耐えて9時ようやく病院に、助産師さんからすぐ分娩室行くよと言われて、あっという間に分娩台に乗りました。後から分娩室に来た主人、え、もう生まれる、直前までどっか行ってこようかな。というのも娘の時、出産に20時間かかったんです。そしたら助産師さんが、あと2時間もしないで生まれますよと言われて、主人も私もびっくり。そして、まだ破水はしてないね、順調、頑張って。え、破水してない？ということは昨日の何？昨日の破水っていう思ってたのはにょーって書いてある。書かなくていいし言わなくていいですその後無事2時間で出産し、そして出産を終えて車で帰宅している時に、あ、スポンコールだからね、あのスポンコールは前もって送っておいてください。